こんにちは。札幌占い美容室早間俊の後藤です。カットをですね、何回かに分けてちょっとやっていきたいと思うんですが、まあ時短、そしてお客さんがより自宅で帰ってから再現しやすいですね、カットの方ですね。で、皆さんカットは上手だと思います。ですので、まあこういうやり方もあるんだなという感じで、見ていただければいいかなと思います。まずですね、最初に一番僕が重点を置いてるところは、やっぱり昭和の延長線上のカットっていうのはもう古いんではないかなというふうに思っております。で、なぜ古いというかな、無駄なところが非常に多いですね。そして日本人っていうのはどうしても、きっちりしたマニュアル化されたものが大好き、どうしてもそこに落ち着いてしまう、安心してしまうっていうのがちょっとあると思うんですけれども、そこはちょっと疑問にどうしても思ってしまいます。で、丘サーファーみたいな感じに知識だけとか、まあ、パドリングの練習はすごくできるけど実践どうなのっていう話ですよね。見た目はサーファーだけど全然サーフィンできねえじゃんみたいな。で、僕の場合はもう見た目とか何っていうよりももう実践、即海に入っていくっていうような感じです。できなくてもまずやっちゃおうよっていう感じですね。で、どういう波が来るかわからないので、小さい波、大きい波、水の流れる方向だったりとか、その時によって全然違うわけですね。それと同じようにお客さんの癖毛というのは全く人それぞれ違うわけです。で、そこで、ウィッグカットしていくと、どうしてもまあシェイプをしっかりしていくような、カットの練習方法が非常に多いんですが、全く意味がありません。持ちが悪いです。今日使っていくシザーはこのショーバルタンっていうのをちょっと使っていきたいと思うんですけども、僕メインで使ってるこのショーバルタンっていうシザーがカーブが入ってるので、このカーブで頭って球体なので、頭の球体と合わせたこのカービングシザーです。ですので頭の丸さをイメージしながら切るっていうのはストレートのハサミで切ってしまうとすごく角ができてしまうんですね。で、その角を削っていかないと円にはできません。四角いものを球体にする場合っていうのはヤスリがけして角をどんどん取っていって丸くしていくと思うんですけど、あらかじめ丸く切っていった方が、収まる、そして綺麗な重さが出る、持ちがいいとかですね、直線的なカットっていうのは、持ちが悪い、伸びてきた時のバランスが崩れてしまう、まあ、そういう部分が重なってくるとお客さんあそこ行ってもちょっとカットがね、そんなに、カットがうまいわけじゃない、ちょっと喋りやすいから行くとかね、そういうこう、お客さんってね、技術で選んでる方もいらっしゃいますし、まあ人を選んできてる場合もあるとは思うんですが、どうしても差別化ができなくなってきてしまって、安いからあそこ行こうと、で、そういうふうに価格戦争に入っていくしかなくなってしまうんですね。で、そこで、新価値観ということで、まあもっとシンプルにカットしてもいいんじゃないかなっていう部分で、やっていきたいと思います。で、カットって極端なこと言うと、ここバツってこう切りますよね。これが一番綺麗につながるんですよ。で、レザーカット、それからまあいろんなカット方法、まあ僕も3セクションでこう引き出してカットしたりとか、まあいろいろ細かいブロッキングを取ってカットしていたんですが、そうすることによって、切り口がつながらなくなるんですね。で、ディスコネもよくやってましたし、もうある程度、今ある情報っていうものは一通り自分でやった上で今のカット方法っていうのが自分なりに生まれました。で、正しいかどうかわからないですけど、カットってすごいシンプルな方がつながります。で、それは検証した結果でまあ分かってきたんですけれども、どうしても細かくブロッキングを取ってカットしてしまう。そして、まあよく2ブロックラインとかって、まあいろいろあるんですけど、まあ3セクションでこうブロッキングを取ってカットしていくっていうのを最初教わったりとか、していくと思うんですが、どうしても繋がりが悪いんですね。
まあ、それに気づかないっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、もっとシンプルな方が実はいいんですよ。お客さんの癖って本当にいろんな人がいて、フォーミングを強くしてしまうと癖を殺してしまうんで、癖自体が生きてこなかったりとか、一番の問題がここにあるんです。なぜかというと、お客さんって美容室で乾かすほど乾かさないんです。家で知ってましたかね。これすごい肝心なんですけど、ということはどういうことかというと、癖が残ってる状態でお客さんはスタイリングしてしまうんですね。美容室のドライヤーで僕らが乾かすようにお客さんは乾かさないんです。生乾きもしくは、毛髪の内部に水分が残っている状態だったりで、僕らはやっぱり仕事の時は結構完全ドライをするんですけれども、お客さんの場合はやっぱりちょっと朝シャンする方はね、結構濡れてる状態が触るとね、少し濡れてるその状態でブローしたりとかするんで、どうしても癖毛でね跳ねてしまったりとかしてしまうんですね。じゃあ最初からその状態を作ってカットしていったらいいんじゃねえのっていう部分が僕のカットで、だからコームはあまり使わない。なぜコームを使わないかっていうと、お客さんってこういう風に、例えばこういうコームで細かくこういう風に自分の髪の毛を溶かしたりって、最初は溶かすと思うんですけど、そこまで溶かさないということは、溶かす必要はまずない。そしてお客さんの、スタイリングする時の生乾きの状態、生乾きではないんですけども、完全に根元が乾いてない状態を再現しながらカットすることによって、よりお客さんが自宅でですね、そのカットが再現できる、そこを求めていきたいですね。なので、これからやっていくですね、今日はワンレングスを簡単にパパッと切っちゃうんですけども、これからいろんなスタイルやるにあたって、ちょっとな、って思う部分はあると思います。で、その過去の概念を、壊していかないと新しいものが生まれないし、お客さんがですねカットしていって、一番本当に思うところってどこかっていうと、お客さんがね、美容師さんがこう細かくスライスを取ってブロッキングを取ってカットして、あと1センチ切りたいとかですね、言いづらいんですよね。本当はあともうちょっと切りたいのに、でも美容師さんも時間をかけて切ってくれた。ベースカットで、20分30分かけてカットして、でドライしてドライカットしてくれた。またそこから長さを変えるとすると大変じゃないかっていうのをお客さんが気を使ってしまって、結局の話言いづらくなるんですね。そうすると、お客さんとの溝が深まっていって、あの人分かってくれないとかってなってきたりするんで、いかにお客さんの求めてる1センチを求めるか、もしくは1ミリを求めていくかっていう部分はすごく僕は重点を置いてるんですけれども、そうなってくるとシンプルなカットにしないとそれができないんですよね。で、お客さんとディスカッションして、このくらいでいいですか、もうちょっと切りますかっていうのをお客さんも言いやすい状況を作ってあげた方が絶対リピートにつながるんですよ。ということは、どんだけ無駄なことをしてるのかなっていう部分なんですね。なので、本当に今言ったみたいに、こう一発でバツって切る、これがね一番つながるんです。本当にシンプルなこと言うと、で何個も何個もやっていったり、チョップカットをたくさん入れてしまったりすると、チョップカットって一見ぼかしのカットではあって、毛先がぼけやすいですけれども、意外とつながりが悪かったりするんですね。で、細かく本当にカット上手な方は、このチョップの入れる方向とかですね、グラで入れたりとか計算されてる方は別なんですけれども、結構無駄です。で、今やっぱりそぎが入ってる方が非常に多いので、あまりチョップカットする必要もないのかなっていう感じがします。ある程度ベースをしっかり作ってから崩していくと、最初からぼかして切っていくのもいいんですけど、ある程度ベースを作ってあげてお客さんに見てもらって、でそこでじゃあどのぐらい切るかと、もうちょっと切りますかと、前側短い方がいいですかとか、例えばまっすぐにこうワンレングスを切った場合、いや前側ちょっと長い方がいいんだよっていうふうにお客さん思ってしまうかもしれないです。後ろが長い方がお客さんの骨格に合ってるかもしれないです。
なので、そういう意味も踏まえてですね、早く切れるっていう簡単に切れる方法ですね、そしてお客さんが自宅で、くせ毛を生かしてセットできる、はい、まあ、お客さんもね時間があればいいんですけど、あのドライヤーもどんなの使ってるか分かりません。ですから、まあ、あの全員にね、やっぱりこう自宅で、美容室でカットして、あそこの美容師さんあのすごいカット上手なんだよっていう風になれば、あのリピートにつながります。そして今僕の場合は特に多いのが、どうしても僕予約状況で結構カットがパパパッとこう入ってしまって、重いメニューが結構ホットペッパーの予約システムによって入れなかったりするんですよね。でそうなってくるとどうしてもカットがちょっと増えてしまうんですよ。でまあいいんですけど、やっぱり単価上げたいので強制カットカラーとか重いメニューやりたいんですけど、どうしてもそういう風になってしまう。ただですね、客数は多く担当させていただいてるんですけれども、それってカラーとか、まあね、カラーも正直うちでやっていただきたい部分はあるんですけど、カラーはね、今日来た方とかもカラー他でやってたりとかするんですよ。安いところでカラー1500円ぐらいとかでやれるところがあって、要はそれ白髪染めなんですよね。白髪染めでまめにやるからうちの美容室で来れないと、金銭的にも厳しいと。ただカットは後藤さんのとこ来たい、でそういう方が非常に多いんですよね、実際の話で。そういうふうにお客さんをコアな顧客につけていくのはやっぱカットかなと思います。で、まあ、パーマもやっぱり僕も結構必要かなと。パーマも本当に美容師さんの流通レベルの差が非常に大きい。あとはブリーチ関係ですかね。カラーはまあ皆さん大体できると思うんで、どこ行ってもブリーチ関係も技術レベルが非常に出ます。あとセットもそうですね。そういうのは技術レベルの差が非常に出やすい技術ですね。なんでまあその辺をちょっとねやっていきたいと思うので、まあブリーチのまあこういう風なやり方でやると簡単にできますよっていうのも、まあ今後ちょっと配信していきたいですし、まあカットもね、この辺からちょっとやっていきたいなと思います。はい、ということで、まあちょっとねやっていきたいと思うんですけど、まずお客さんのそのくせ毛の状態っていうかな、お客さんがまあ自分で乾かすレベルに近い状態を作ってあげないとダメなので、カットするとき